マリアアザミは、キクカオオアザミ属の二年層。英名は、ミルクシスル。原産地は、地中海沿岸。日本においても、キ化植物として分布している。歯に白いマダラ模様があるのが特徴。模様はミルクがこぼれたように見えるために、ミルクを、聖母マリアに由来するものとして、マリアアザミの名がある。種子には、シリマリンと呼ばれる四種のフラボノリグナン類が多く、含まれ、 傷ついた肝細胞の修復を助けるとされている。成分シリマリンは主な活性成分シリビニンを含む。ヨーロッパでは2000年以上も前から主に肝臓の疾患などに対して種子が利用されてきた。近年では肝機能改善のためのサプリメントとして利用されている。ドイツのコミッション E は、疎中出物の消化不良に対する使用、標準化製品の慢性肝炎と肝硬変への 使用を承認している。米国ハーブ協会の分類は、クラス1で適切に使用される場合、安全に摂取することができるハーブに分類されている。アメリカ国立保管統合衛生センターによる2012年の臨床試験では、一般的治療が効果を示さない慢性、C 型肝炎患者について、疑悪を上回る効果は確認できないとしている。ありがとうございます。